ジェイジェイ。ジェイジェイ初めて聞いたわ。あ、違う映ってるよな。本当だ。ん？カメラが、あれ？あ、ダブルタップで反転。お、来た。来た。はい。はい。あ、これ難しいの今日。本当だ。うん。なんでだろう。まあ、いっか。いや、そんな。いいでしょ、全然。あの中学生の時の、まあ、僕が中学生の時の、まあ、淡い思い出っていうか、うん、ちょっと恥ずかしい思い出というか、はい、なんですけど、まあ、あの中学生の時って、まあ、思春期だから、なんだろう、ちょっと、まあね、エッチな話とか、うん、エッチな本とかエッチなビデオとか興味持ち出す時期じゃないですか、はいはいはい、でそんなさなか友達が僕にちょっとすごいビデオがあるぞと、いいビデオがあるぞ、うん、でタイトルを見たらもうバツ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 って書いてるんですよ。タイトルがですか？タイトルが。もう背表紙ね。あの時 VHS だったから、はい、ビデオテープで、はいはいはい、でタイトルにバツ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 、これなんかすごいな、借りると。で借りて、まあうちでビデオセットして再生するんですね、はい、そしたらもう本当に真っ暗闇の中に一人の女性がもう真ん中でピアノ弾いてるんですよ、最初に、はい、で、はいはい、なんかすごいシュールだなと思って、なんだろうなんだろうと思ってたら、そのピアノに今度またギターが入ってきて、で結局ハードロックになるんですね、うん、で何かなと思ったらあの X の PV だったんですよX ジャパンのね。で X でタイトルバツ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 っていうのがあれ X の意味で、単なる X の、 あのビデオでもう損したなこれみたいなっていう話です。ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。さあ始まりましたギノガルフ、はい、まあそんなこともあるよね。ありますよね、うん、すごいドキドキしましたけど ね、家で再生する。最近なんかテレビで見ました、番組か何かで、うん、なんかこの男の子は中学生になったらもう大変だっていうのを最近見たんで、うん、今なんとなく気持ちわかりますよ。かだからその一人の女性っていうのが結局あのドラムの YOSHIKI さんだったんですけどね。で髪長いから後ろ姿でわかんないんですよ。なるほどなるほど、うん、でずっと見てたら、うん、なんだこれなんか違うぞ、なんかこのビデオなんか俺が知らないまた何か新しい世界なのかと思ったら単に X の PV だった。なるほど、もうあそうそう、最初は X ですからね。そうそうそう、あとあと X ジャパンに。そうなんですね。そうなんです、うん、そうなんです。まあ世界的にこういろいろ活動しようっていうことで、うん、X ジャパンになったという、そういうことなんですよ。なるほどね。まあまあもう中学生の頃なんかもう何にでもそういうふうに考えてきますからね。まあ、ね、深夜の番組とかね、あーもうちょっと、ね、ちょっとでもなんかそう探そうとしますからね。そうそうそう、なんか自分はこの中学校生活の時には特に男子にそういう、うん、なんていうの、男子がそういう風に見えなくて、あで高校になってからやっぱ男子もなんですかオープンになってる感じはしたんですけど、うん、だから中学校のえそうなんだって感じです、逆に今。いやもうだから、うん、ちょっとだから表に出すのも恥ずかしいけど興味はあるから、もういろいろ探すわけですよ、はい、前とかあのねバカ殿様とかもちょっとね、うん、あのエッチなコーナーとかもあってね。そう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 、もう今は地上波ではおっぱいは出ないですね。うん、そうそう、昔はそのぐらいは普通にあって、はい、ありましたよね。そういえばバカ殿って言えば今日放送されてるのよ、県外では。あ、そのバカ殿様が、バカ殿が沖縄放送されてなくて、得意の得意の一部地域を覗いての一部地域なんだろうね。へえー、そうなんだ。あ、じゃあ遅れて放送なのかな。いやーないような気がする、これは OTB さんなんとかして
いや今でも子供は笑いますよ、うん、バカ殿。バカ殿笑いますよね。基本ですから。はい。ちょっと、あ、なんかありますか、はい。いや、そうそう、水泳、女だらけの水泳大会もありましたもんね。もうそうですね。ダンプ松本さんが、うん、もう暴れて。あの、アイドルがいるんだけど、はい、その中で、もう全然知らない、そのポロリ要員がいるわけですよ。はい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 。その人がポロリをするのを楽しみに待つ。うポロリ待ちみたいな。ポロリ待ちみたいな。待つ番組です。あれは待機番組ですよね。そうです。間違いなく。いやありましたね。いいです。なんかあの雑誌とかも買いました。普通の本じゃなくて、そのアイドル雑誌みたいなのもなんか買いました。うん、ああ、いや買ったことはないです。ポパイとかはなんか見てました。ポパイは買ってないな。昔はちょっとね、うん、エッチななんかコーナーもあったんですけど。僕はあのアイドル雑誌、ボムっていうのがあって。ありましたね、ボムってね。ボムっていうのが。ボムとかそんなのを買いました。あのアイドルのなんか今でいうグラビアみたいなやつだけど、まあアイドルが水着を着た写真とかが、明星って今あります？あるんじゃない？明星はあるはず。わかんないですよ。アイドル雑誌で明星知らない？わかんない。明るい星の明星知らないの？わからない。あ、そうなんだ。じゃないんだね今はね。え、文春的な？違う。アイドル雑誌。アイドル雑誌今だあるでしょ明星は。もうないの？あ、ないんだ。ないんだ。うわ。あれの歌本が、なんて言ったかな、あれがまた好きで、はい、あれにギターのコードだけ載ってるんですよ、はい、でそれ見ながら、ギター弾きながらっていうのよくやってましたけどね、アイドル雑誌自体はあるんですよね、今もね。なんかあるんでしょう、そんな明星ないんだもん。明星ないんだね。うわびっくり。探したらあるかもな、しっか。はい、じゃあちょっとごめんなさい、あの今日ツイキャスが早めにいろいろ来てるんで、はい、ちょっと触れていきたいと思います。これはそのまま読んでいいのかな、うん、いっか、はい、ね、鎌倉さんこんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。ありがとうございます。ゆうこちゃんって拍手が来ております。うちゃぬくさん、かんなくん、はい、かんなくんです。どうも。沖縄にわんちゅうるさん、こんばんは。懐かしの味、ドクターペッパーです。飲み物になってますね。ありがとうございます。鎌倉さん、スタンプもいただきました。アキーさん、生マラソンの仮申し込み、今週金曜日までだ。あ、そうだ、そうですね。早い。やっぱり申し込み少ないそうです。あ、そうなんですね。例年に比べて、だからチャンスですよ。抽選の確率も、はいはいはい、高くなるとね、高くなると思います、受かる確率が。エイパチユミンさん、マンゴータルト美味しかったと。お、あ、いいですね。どこのピアさん、こんばんは。シティオブエンジェルの時のメグライアンです。もう優勝ですね。優勝の時ですね。かわいいよな。はい。アルファウィングケンさん、どうもこんばんは。特茶です。痩せましょう。これはスプリームでいいんですかね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。青いソニカさん、こんばんは。張本智和です。チョレイって、これ分かります？分からない。卓球の13歳の。ああ、分かった。うん、愛ちゃんは決めたと。なるほど。はいはいはい。決めたとチョレイ。ああ、言ってますね。分かった。そうですね。沖縄大好きさん、こんばんは。琉球王国の三士官です。三士官が来ましたね。あ、はい、やるんですね、ツイキャスね。サロー兄さん、こんばんは。総選挙1位になりました。おめでとうございます。よかったですね。どこの総選挙でしょうか。今までのね、うん、サボさん、 X 最高やしということでね、最高ですよ。はい、こんな感じ、挨拶系はこんな感じ。泉さん、特急サザンさん、こんばんは。仮面ライダー1号です。ヒロシ、ありがとうございます。藤岡弘さんですね。が1号なんですか。そう、そうなん、あ、それもそうなんです。そうなん、藤岡さんはあれっていうイメージしかないです。なんか、うん、サバイバル系のドキュメント番組で、なんかいやーみたいな、うわ探検隊行くぜ、やばいなみたいな、うんうん、やってるイメージしかない。なるほど。仮面ライダーなんだ。最近映画でもね、その藤岡弘さんと最新のなんかライダー出てやってましたもんね。うん、あ、僕ね、ライダーの映画見に行きましたよ。あ、そうなんだ。一人で見に行きましたよ。はい、どうでした？あと奥さん連れても行きましたよ。奥さん途中で飽きてましたけど。いや、もうやっぱりかっこいいところと、はいはい、んってところと両方あって、はいはいはい、でもほら最近のライダーって変身があっさりしてるんですよ。うん、あ、そうなんだ。変身みたいな。違うわけ。もう昭和のライダー、特に1号なんかは、はい、ライダー変身だわけ。これが変身の基本だ。なるほどね。変身に当たるに当たる。もう最近も変身。まあ、こんなんじゃない。ゆとりの変身なのかな。そう、こんなんじゃないなってね。はい、すみません、ありがとうございます。さあ、ということで、ツイキャスは一旦大丈夫ですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、この1週間何があったのかなのコーナー、うん、はい、いきましょうか。じゃあ、矢さんから。あ、じゃあ僕からいきます。はい、僕
僕ね、うん、先週土曜日がなかなか濃厚な一日でして、はい、っていうのはまあ朝からまず隣夕町行って、まあ、テレビの取材でね、うん、行って、まあ、マグロ祭りやってたんですけれども、まあ、まあ盛り上が、まあ、雨だったんですけどね、すごい盛り上がってて、行ったことあります？隣夕町のマグロフェアみたいな。あー、ないですね。市の日によく毎年開催されるんですけど、はい、マグロがまあ安いんですよ、うん、もう本当にね、大きいこの、どのぐらいのって言えばいいんですかね、このぐらいのなんですけど、説明下手ですね基本あのラジオですから、はい、何かに表現して、なんだろうな、スイカ、とりあえずスイカでもないな、とりあえず例えて、何でもいい、ね、何でもいい、ね、カレンダーぐらいの、もう最低なカレンダーって大きさバラバラ、ちっちゃいのあるでしょ、はい、まあ、とにかく、パックにいっぱい詰まったやつがもう刺身が500円なんですよ、はい、まあ、A4 だな、 A4 サイズのこのパックに入ってて500円ぐらいなんですよ、うん、安くないですね、めちゃくちゃお得ですね、まあ、それで、まあ、テレビの取材に行って、まあ、やっぱせっかくやから買うじゃないですか、うん、買って、まあ、ちょっと、まあ、缶ビールでもちょっと、あ、いいですね、ちょっとつまみに飲んでて、はい、というのは夜に実はライブがありまして、うん、コンスタントグローっていう、車椅子シンガーの方、はい、ジャハナイサムさん の、はいはい、ライブがあって、で、うん、でそれにちょっとライブあるよっていうお知らせが来たんで、まあ、行ったんですね、うん、まあ、那覇市にあって、はい、でまあそれすごいいいライブでした、うん、もう、まあ、39歳誕生日その日たまたま迎えてて、はい、イサムさん39歳になるんですけど、まあまあ、元気に、うん、まあ、脊髄性筋萎縮症っていう病気かかってるんですけど、うん、もう全然そのね病気にかかってると思わないぐらい もう元気なんですよ、うんうん、で、あ、いいなと思ってて、あ、いいライブ見たなと思ったら、なんとその会場にロッキーがいて、うん、ほら、え、そうなんだ、そう、へえ、ね、FM 技能のスタッフのロッキーがいて、ロッキーは結構いろんなやっぱりそのイベントとか会場行きますよね、これは素晴らしいことですよね、とっても、うん、で声かけて、うん、だってどうする、ちょっと一杯引っ掛けていくって言ったら、うん、あ、行く行く行きますって言って、うん、そっからねロッキーね新都心の方に移動しまして、はい、まあ、車で来てたからね、うん、で移動して、で、まあ、車のもう車中も本当たまたまなのか分かんないですけど、ブルーライト横浜が流れてる、マジでマジでだよ、マジで、うん、100点じゃないここまで仕上げるかやばっていうぐらい、車の中でもブルーライト横浜流れてる、うん、あ、これ本当に本当に好きなんだねみたいな話しながら、すごいね、はい、はあ、まあ、そこからね2人でちょっと立ちで新都心でもういろいろな話しながら、うん、まあ、楽しい時間を過ごしたっていう、いやー、よく打ち合わせの時に触れなかったです ねさすがですね、そうそう、こういうのは本番で言うものですからね、うん、まあいろいろ話してますよ、やっぱロッキー真面目だなと思って、うん、もう好青年の、うんうん、はい、そうね、うん、いやー、いい一日ですよ、だからなるほど、こうなんですよね、はい、まあ今実はロッキー ね、まあ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 、もうちょっと後で、まあ、もうちょっとね、もうちょっと後で、まあ、いろいろだから積もり積もった話がすごい聞けて、はい、すごい濃厚な一日が過ごせたな、なるほど、ありがとうございますっていう、わかりました、はい、進撃のめいちゃんさん、こんばんは、長州小力ですということでね、うん、はい、ありがとうございますやらんば切れてないですよ、はい、ありがとうございます、はい、僕やると長州力になるんで確かに、うん、力さんの方に似たそう、ね、じゃあゆうこ、はい、はい、日曜日に沖縄ロコドルサミットというイベントに出たんですけど、うん、はい、一緒に琉球アイドルさんであったりだとか、うん、本土からもアイドルさんが来てて一緒に出てって、うん、そしたらですね、お客さんで声をかけてもらったんですけど、今日は東京から来ましたと、うん、で実は僕、AKB48 が初めてライブをした時の最初の7人のお客さんの一人ですって方が来てて、あ、劇場でじゃあやった時にいた7名のうちの一人が来たってこと、うん、って方がいて、もうすっごい古い写真とかチケットとか持ってるんですよ、うんうんうん、でもめっちゃ興奮しちゃって、自分それに、なんかいつもはファンの方に何ていうの、私たちと一緒に写真を撮ってもらう形なんですけど、うん、もう写真撮ってくださいって言いたいぐらい、あ、もうこの人と撮りたい、なんかすごいじゃないですか、だって、うんうん、だからもう、ファンとしてもう AKB がこんなに大きくなったのはすごい嬉しいですよねとか、なんか来たみたいな感じどういう心境だったんですかみたいな、なんかめっちゃそれが嬉しかったですね、会えたのが、なんかやっぱり今はすごい大きいグループじゃないですか、 AKB さんって、うんうん、だからこそなんかこの最初の頃から応援してくれてるこのファンの人に会えたことがなんかすごく嬉しくて、うん、もう初期って言ったら多分10年ぐらいですか、結構それぐらいなりますよ、そのぐらいなりますよね、10年ぐらいなりますよね、もうめっちゃ感動しました、うわーと思って、が
見に来てたってこと、はい、来てて、うん、OBP の CD も買ってくれたんですよ。わー、すごい楽しいライブでしたって言ってくれて、うん、あのすごくあの面白いですよ OBP さんって声かけてもらったので、うん、もうそれが嬉しかったですね。わー、いいですね、うん、これはテンション上がりますね。めっちゃ上がりました。なるほど、うわー、はい、そうか。まあでもこういうことが起きたってことは、うん、じゃあ OBP もどん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 大きくなっていく、はい、って証拠なんですね、それはね、はい、ね、うん、そういうことかもしれませんよ。そうね、うん、いつかは総選挙できるといいな。7人でいやいやいや、例えば今さ7人で総選挙とかないの？いや、やったことないですね。あ、来年ぐらいやったらね、やってみる。来年やだ、それで最下位だった時いやいや、やだやだ、一番可能性高いよ多分。いやいや、大丈夫？7人だったら明らかにそんなことないよ、大丈夫だよ。大丈夫かな。そうだよ、うん、やってみようかな。ね、今年またいろんなところで活躍して来年向けてみたいな、ね、ちょっと考えておきます。みんなでミーティング持つ。なるほど。まあ、僕もじゃあ短めに、はい、先週金曜日アウトプットナイターという、はい、はい、プロ野球好きの方が集まってもう好き勝手しゃべるイベントがあったんですけれども、うん、すごくもう楽しかったんですよ、はい、ゲスト MC にギボックスを迎えて喋ってたんですけど、はい、そこの会場に、うん、高校野球大好き芸人の池田さんという方が眼鏡の、はい、来てて、あとプロレスラーの千葉さんという方も来てて、うん、2人とも高校野球の開幕試合を見に沖縄に来てたんですよ。土曜日開幕だったんで、はいはい、でその前日の夜入って金曜日で夜イベントがあると、はい、で見に来てたんです、はい、アウトプットに見に来てて、はい、でまあ、僕はプロ野球のイベントですけど、うん、楽しかったですっていろいろこうお話しして、次の日土砂降りになりました。でしたよね、はい、でしたね。だから開会式だけやって、試合は行われなかったんですよ、はい、でその池田さんはもう次の日また仕事から帰らないといけないと、うん、だから結局僕のイベントと開会式だけ見て帰りましたね、うん、すごいすごいですね。すごい、まだだからそのイベントを見にっていうことそうなんですよ。だから、まあ、もう一人千葉さんもう一日いたんで、うん、日曜日の試合は見たと思うんですけど、はい、なんかね、2月もほらプロ野球キャンプやってるじゃないですか、はい、阪神見て横浜見て、うん、その後嘉手納高校に行ったりだとか高校野球を見に行くんですってその甲子園に出る、はいはいはい、だから本当に高校野球が好きで、すごい、だから今活躍してるとか全然わからないらしくて、うんうん、新聞とかで名前が出たら、あ、今もやってるんだっていう風に嬉しくなるらしいです。はあ、なる、高校の時に見てた、そうそう、あの選手が今の活躍してるんだとか、まあ、そういう風に好きな人はそうなんですね、うん、そうやってね。だから僕は逆に高校野球が全然わからないんですよ、はい、実は。だからもうジャンルがこういろいろ違うと変わるんだなと思って、うん、でも本当に話聞いたらいろいろ面白かったんで、うん、いつか、ね、機会があればぜひ一緒にお仕事できたらなと思いましたけれどもね、うん、はい、すごく濃いイベントになりました。第3回も8月に行うことがもう決定してますんで、はいはい、詳しく決まりました。また報告いたします、はい、さあということなんですが、今日はですね、久しぶりにこの番組、うん、OBP からココナゲストに入ってくれますのでね、そちらもお楽しみに。では進めていきましょう。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りします。ギノガルフ、どこで終わるの、これ、フェイスブックも変わったんですか。あ、うん、そうか、なるほど、ツイッター動画にしたら、え、ツイッター動画、ツイッターですか、じゃあこれ。そう、そんなのできるの。ツイッター動画ってあるの。お願いします。これってアップデートしなきゃダメか、ずっと別に何時間でもそうやってできるの。できるんじゃない。ほら、でもそれ停止してもフェイスブックだって後からでも見れるさ、動画再生して、うんうん、ツイッターも見られる。すげえ。じゃあカンナさんのツイッター見たら自分も見れるんですか。見られるはず。すごい。サイト買っていい。面白、うん、はい、やっぱネット会の時代はネットさ、だからちょっとフェイスブックと、うん、そのツイッターとちょっとフォロワーさんが違うから、いろんなのでやってみよう。そうですよね。今度なんだっけ、インスタでもやってみようかな。はいはいはい、インスタで。はい、4、3、2、1。最初はグー、じゃんけんパー。あ、グーだ。
対象です。じゃんけんパー。あ、グーだ。あ、グーだ。いや、さ、こんなのやめてくれないから。ギノガルフ。さあ、楽しくギノガルフをお届けしております。さあ、ではここでグッドフィールドグループからのお知らせです。ゆうこ、お願いします。今日はビス三栄那覇メインプレス店をご紹介します。いろいろなものをつなぎ合わせるネジの意味を持つビスでは、つなぐを合言葉に日常に寄り添ったアイテムを提案いたします。女性にとって服は着飾るだけのものでなく、気分や時間、毎日を咲かせてくれるもの。お気に入りの服を大切な日のためだけに取っておくのだけではなく、毎日お気に入りの服を着て毎日を咲かせていく女性がもっと増えるようにビスが叶えていきます。ただいまビスでは今の季節にぴったりなアイテムを豊富に取り揃えております。ひんやりした肌触りと嬉しい UV ケアの機能付きニット、アイスキュートシリーズが今年も入荷いたしました。形や色のバリエーションも豊富で、特にカーディガンは半袖と長袖もございますので、オフィスの冷房対策にもおすすめです。また今期の大人気商品ティラウスが新色も加えて再入荷いたしました。 T シャツの気軽さとブラウスのきちんと感を融合させたティラウス、お値段はなんと990円。まとめ買いされる方も続出で、いつもすぐに完売してしまうのでお早めにお買い求めください。店頭では一部夏物アイテムが最大 50% オフのお買い得コーナーもご用意しております。アクセサリー600円均一やフォーマルドレス類も 30% オフ、週末にはタイムセールも実施予定ですので、ショッピングをお得に楽しみたい方、楽しみたい方は必見です。スタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。お問い合わせは098-951-3338 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで、はい、今日はビス、はい、ね、まあ、前回もね、うん、お届けしたことありますけれども、安いね。安い、うん、自分もびっくりしました。びっくりしましたね。え、これ990円。はい、ティラウス今大人気で、はい、T シャツの気軽さとブラウスのきちんと感を融合させたティラウス、なんと990円です。これはびっくりしますね。これはね、結構男性から見たらレディースの服って安い服が多いってイメージがあると思うんですけど、うん、これは異常ですよ。安いね。すごいです。で、今この形がすっごい流行ってるんですね。うん、なるほど。着心地もすごい良さそう、うん、ちょっと緩めのという感じですか。ね、そうですね。で、今またさらにあと一つですね、うん、はい、ひんやりした肌触りと嬉しい UV ケア付きのケアの機能付きニット、はい、アイスキュート、これですね、はい、はい、これも入荷しているそうで、うん、形や色のバリエーションも豊富で、長袖と半袖があるので、まあ運転するときとかは長袖カーディガン1枚羽織るだけでも UV ケアになるので、結構こう女子の味方ですね、この夏の、ね、うん、ちょっとね、一つ羽織る分で、うん、すごくいいですよね、これね、はい、一枚でさらっと着れるので、うん、これは嬉しいな。なるほど。わー、その他にも、うわー、もういいですね、こういう。そう、ビスは本当に大人っぽいんですよ。うん、20代ぐらいが自分はベストかなと思うんですけど、うん、結構ね、普通のデザインとはまたちょっと違ったシックなデザインが入ってるので、うん、あ、ちょっとシックなね。そうですね。こういう、はい、フォーマルドレス。あら、なるほど。もう、今 30% オフということで、あ、夏物アイテムは最大 50% オフもあるわけですね、はい、早いですね。早いね。すごいね。もう、今から夏だけどな、うん、しかも週末タイムセールもあるということですが、はい、これはぜひ皆さんちょっと、うん、チェックしていただきたいと思います。ティラウスはいい、はい、買いに行こう。サンエナハメインプレスにありますので、ぜひ皆さんビス、足を運びください。さあ、ではここからはゲストお迎えしましょうか。ゲストはココナです。どうぞ。イエーイ。お、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、はい、はい、ささちょっとちょっと引きで、ささささささと、はい、大丈夫です。はい、はい、ささささ、はい、ここな来ました。久しぶり。久しぶりです。元気でしたか？元気です。はい、最近元気です。最近どうですか？最近は、うん、
眠いです。え、なこの最近って今直近の話ですね。ここ最近っていうのはもう何眠いんですか。もうここ最近本当眠たくて、うん、なんか寝ても寝足りなくて、こう、うん、なんだろうな、こうなんだろう、目がめっちゃ閉まりそうになっちゃうんですよ。こう何してても。何してても大変ですね。そう。大丈夫ですか。勉強してても寝そうになるし、うんうん、あの動画見てても寝そうになるし、とにかく寝たいです。今日ゲストにお呼びしたのは迷惑でしたか。この時間本当はもう寝てるの。起きてるのは12時とかまで起きてるんですよ、うん、だけどあの朝起きれなくなってます。あ、そうなんだ。うん、全然もう寝てます。寝てるんかい。疲れが溜まってるのかな、ね、これは。そんなこともないと思う。ないんかい。そんなことないんかい。理由は不明という。不明です。フォローしたつもりも全部消えた、ね、ただココナはやっぱり相変わらずすごいその破壊力があるなと思ったら、実はこの間、うんうん、OBP 動画配信してたじゃないですか。はいはいはい、うん、ショールームと、はい、YouTube で、はいはい、あれね、僕見てたんですよ。ありがとうございます。見てたんですよ。すっごい優子がね、進行してめっちゃたくさん喋ってね、はいはい、いいなと思ったら、そしたらココナと梅マリーの強化日みたいな感じで、はい、いろんな、うん、常識を、うん、一般常識を聞いていこう、はい、ほうほう。まあ答えられないわけです。どっちもってことですか。どっちもです。あ、どっちも、はい、そうなんです。ツートップなんですね。あ、なるほど、はい、ね、例えば、覚えてるのが1時間は何秒ですか、うん、とか。覚えてる？もう覚えてる？あ、じゃあ答え一昨日のことだから覚えてるよね。1時間は、うん、秒ですよね。秒でなんて言ってたっけな。3700、あ、600。もうさ、ほら、本当前も言ったじゃないですか、ね、自分 OBP だからなんかいいけど、はい、プライベートだったら絶対になるからね。いや、いや、で、その中で衝撃だったのが五千円札今描かれている人は誰でしょう。はいはい、まあもうね、皆さん分かると思います、うん、樋口一葉さんじゃないですか、はい、ココナが出したのが、一瞬出たのが信代って書いてあったんです。信代ってなんだ。あ れ, あれ見て笑いましたね。すごかったです。 あれはびっくりしました。どっから出てきたの、信代は。なんですかね、なんかもう問題出された時に、うん、もう頭の中でパニックになってて、うん、こういろんな書類を出しても出しても出てこないんですよ。書類を書類を頭から引き出すよ、出しても出てこなくて、ね、と思って、なんとなく頭の端っこにあったやつが信代さんで、うん、その前に思ってたのがあって、うん、小野妹子さん、小野妹子さんも出てきたし、うん、あと野口英世さんは千円札じゃないですか、はい、そうだね。で、野口一葉さんって出てきたんですよ。ああ、なるほど。そう、ちょっと混ざっちゃったの。そう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 、それで、信代さんが出てきたのかな、うん、で、信代さんを取っちゃったんだ。取っちゃった。なるほどね。もう意味がわからない。本当に意味がわからない。めっちゃ疲れましたもん、自分あの時。いやだから優子仕切りはやっぱこういう感じだな。優子もお疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様。面白そうですね、それ。いや、面白かったですよ。あ、見たい見たい。ショールームってわかります？はいはい、わかりますよ。わかります。マキシのね。は？はい。違う。あれなんて言ったらいいのかな、動画を配信するアプリでそこから見られるんですけど。あ、そういうことなんですね。ツイキャス的なみたいな感じ。あ、なるほどなるほど。で、見てる人がなんかアバターみたいな感じで、うん、わーってなるのよ。観客がいるんですよ。観客がいて、うん、そこをなんかステージで喋ってるみたいな、うん、俺ちょっとスクショしたんだけど、はい、こんな感じよ。わー、わー、すごい、すごい、めっちゃたくさん。わー、すごいね。そうそう、すごい、すごい。そうか、あ、いろんな方、あ、写真の部長が。あ、なるほどなるほど。そうそう、ああいう感じでね。はいはいはい、これがショールームですよね。なるほど。そうそうそう、はい。いやー、これも面白かったですよ。さすがだなと思って。ありがとうございます。はい、あとはヤさん、ココナ久しぶりなんで4ヶ月ぶりでしょ。4ヶ月ね。ね、2月以来ということ。なんか久しぶりに聞きたいこととかあれば。髪の毛の色がなんか変わってません？変わりました。ヤさんも変わりました。あ、そうそう、めっちゃ出てる。すいません。
なんか急に返されそう、まあ、そう、ね、そう、あの髪の毛はあの一等倍、あの舞台が、なるほどなるほど、はい、この間ゆうこちゃんとも、ゆうこさんがお話ししてたんですけど、うん、その舞台のために一応染めて、うん、真っ黒にしたんですけど、うん、まだちょっと落ちてきちゃって茶色っぽくなってるんですけど、ここがあのゆうこが褒めてました、うん、すごい褒めてました、そう見ました、あのもうあの何ですかユーストリーム、うん、見てて、うん、あのゆうこさんがめちゃくちゃ褒めてくれてたから嬉しかったです、うん、あんまりこんなって言ってもらえることあないですよね、言ってるよ言ってるぞ、届いてないのかな、まあ、眠いんだよねいつも言うけどね眠いからちょっとなんかこっくりこっくりしながら聞いてるからわかんないんだよね、あーまあ恥ずかしい、ちゃんと言うのはね、なんかまあまあね、同じメンバーだしね、そうですよね、ココナは、はい、なんか大きな夢っていうのありますか、大きな夢は、うん、大きな夢、東京ガールズコレクションに出演すること、うん、あーいいですね、いいですね、まあ、ここをじゃあ、ね、もう大きな目標として大きな目標として、うん、置いてあるわけですね、はい、じゃあそこに行くまでの過程でなんか、うん、その手前の目標というか夢は何かあります、手前の目標は、うん、東京で、うん、テレビで、うん、に出て、うん、こうお仕事をすることで、うん、こうどんなのしたいの、ちょっと体を張ったお仕事、例えば、うん、怖いところに行くとか、怖いところ、怖いのって言ったけどもともと好きじゃん、そうだよね、好きなんですけど、そう、なんかあの行くっていうことはあまりしたくないんですけど、だから行ってみたいっていう、怖いところに、はいはいはい、とか、まあ、今でやってるあの誰徳さんっていうんですか、このなんかキモウマグルメとかやってるの分かりますか、キモウマグルメ、あのキモい動物を食べに行くっていう、ほうほうほう、あ、夜やってるやつだ、はい、アンガールズの田中さん、そうそうそう、うん、なんか例えばですよ、ああいう感じだったり、うん、まあ、なんか動くことをしたいです、なるほど、体を使う、ね、あ、じゃあ体張るのも全然 OK、 好きなんだ、すごいことですか、楽しそうです、ね、なるほど、これはいい振りと捉えていいんですかね、あ、これは、あ、なるほど、はい、おー、体あるのが、だって前回来た時に、お尻クラッカーを矢さんにしたでしょ、はい、しました、あ、そうでしたっけ、したでしょ、はいはい、じゃあ、ココナが受けたことはないよね、罰ゲームとかね、ないです、あー、あの後さ、いろいろ罰ゲーム増えたんですよ、うん、この番組、え、そうなんですか、そうなんですよ、やってみる、やって、やります、じゃあそんなにやりたいって言うならば、ね、だからリアクションとかもね、うん、どういう感じなのかって、あと眠いって言うならば、そう、目覚まそうか、うん、皆さん今日 何がありますか、いろいろありますよ、あのゴムパッチンもあります、洗濯バッチンもあります、ゴムパッチン、ゴムパッチンと洗濯バサミってどっちが、あ、ゆうこどっちがいいと思う、ゴムパッチンとゴムがいいか、ゴム行きましょう、ゴム、わかりました、じゃあ、あ、いいですね、もうすぐありますよ、わ、じゃあゆうこちゃんが引っ張って、え、待って、ゆうこさんに引っ張らせる、ゆうこがやるのが一番いいだろうね、怖い、日頃の恨み、日頃の恨み、なるほど、なるほど、じゃあどうしようかな、ツイキャス映るように、はい、ココナがちょっとあっちに、めっちゃカメラ作って、あ、いいですね、うん、あ、こっちです、うん、あ、座った方がいいかな、で、ゆうこが引っ張ってやってください、で、ちょっとティッシュ、ティッシュ合わせて、ティッシュ合わせて、はい、あ、もう少し下がった方がいい、これ挟むから、これ思いっきり噛んで、あ、わかりました、はい、めっちゃゴム強いめっちゃゴム強いって言ってますまあね、そういう体張るバッチリ、もう、ちょっと噛んでよ、噛んでよ、噛んで、危ない、めっちゃ噛んでよ、噛んでよ、いきます、はい、いくよ、はい、噛んで、はい、ま、ちょっと待ってよ、何映ってる、あ、ツイキャス、あ、映ってる、はい、はい、いくよ、はい、3 2 1 楽しそうだ、楽しそうだ、怖い怖い怖い、めっちゃ笑ってる、楽しそうだ、うわ、すごい笑ってるな、すごい笑ってる、久しぶりにこんな爆笑してるの見た、すごい笑ってるな、やばい、どうですか感想、じゃあこうやって体じゃあ貼ってみて、面白いです、今ちょっとじゃあちっちゃい夢が叶いましたね、叶いました、一つ一つリアクションという、あー面白い、なるほど、あ、こんなのも全然じゃ大丈夫っていうことですね、大丈夫です、なるほど、まあギノガルフはこういうのが結構ありますよね、うん、洗濯バサミとかね、うん、はい、元気だったら
エンディングでやるかもしれません、はい、はい、ということでじゃあ今日は、まあ、ここらゲストに迎えて、はい、後半また企画があるんですけど、はい、その前にじゃあリクエストをいきましょうか。いはい、はい、じゃあ今日ココナのリクエストいきましょう。今日のリクエストは、はい、TWICE のピーターパッドです。見たくはなかったでしょ。見たくはないでしょ。見たくはなかったです。でも怖いでしょ。怖いのは怖いです。怖いよね。鎌倉さんが褒めてくれてるよ。ありがとうございます。花火とクラッカー。すごい痛い。めっちゃその花火。サオロ兄さん、笑った顔可愛いやんけ。いやー。ありがとう。褒められてる。ありがとう。いいですね。初めて聞いたこの曲。これは、うん、3つあるんだよね、話は。あ、怖い話はね。オッケーオッケー。最初じゃあ、ささやきでコーナータイトル言って、あ、曲の紹介、あ、曲の、あ、そうそう、曲送りをして、うん、で、俺が Q 出すから、そしたらこれはもうマイクになるだけ近づいて言えば大丈夫。わかりました。しげさんに聞いたの、週末に。タイトル言うときはどうやって言うんですか、うん、あ、じゃあ話しますって言って、まずは何々、まあ、カンナが振るよね、そうそう、タイトル、そうそう、じゃあどんな話ですかって聞くんで、はい、最初は何々ですみたいな。季節か。楽しみだな、話聞くの、ね、うん、こっから15分ココーナー喋りっぱなしだ、うん、一つゆうかさん聞いたことあるかもしれない。怖い話、うん、あ、もうでも結構あるんだね、じゃあガッツリ用意してるやつね、うんうん、ね、やっとシャケさんもね、ちゃんと話しておきみたいな。楽しみだな。行っちゃおうか。うん、 OK、 はい、どうします。じゃあゆっくり、はい、まずマイクを。 TWICE のピーターパッドでした。さあでは、はい、ココナの企画いきましょうか。はい、どうぞ。ココナの怖い話。いいですね、思ってたのとちょっと違いましたけれども、はい、では進めていきましょう。はい、うん、沖縄美少女プロジェクトのココナはホラー映画が大好き、うん、そんな怪奇キャラのココナが実際に体験した怖い話を聞いてみましょう。皆さん決して一人では聞かないでください。よかったです、ギャラリーは今日たくさん、ね、いらっしゃるんで、はい、うん、ぜひココナの怖い話を、あの耳をね、うん、しっかりこうかっぽじって聞いていただきたいと思います。完全にココナちゃんがもう持ってきたというか、そうです、ね、僕らも知らないですから、知らないですよ、ね、本当に、はいはい、ではじゃあ早速ココナ話をしていただきたいんですけれども、まずはどういう話を。一つ目の、はい、まずは夢のおじさんです。夢のおじさんです。待て待て待て、これ大丈夫？いや、怖い話ですから、ね、怖い話ですよ。笑わないでください。ちょっと、まあ、ミニタイトルみたいなのがあったのに、ね、夢のおじさんっていう。夢のおじさん、ね、なるほど、はい、はい、あのこの話は、あのココが、高校3年生か2年生くらいの時に体験した話なんですけど、うん、あのある日、うん、夜夢を見て、その夢の中でここあの祖母の仏壇の前に立ってたんですよ、うん、でそしたらあのすごくあの外から気配が感じて振り返ると、うん、ものすごい形相の顔をしたこう
もう怒ってるんですよ。とにかくおじさんが立っていたんですね。でそのおじさんがここに向かって強く何かを言ってるんですよ、ドアを叩きながら。でも何を言ってるか分かんないんですけど、とにかく怖くて、こう気圧的なものがあったんですね。この気圧的なの言葉の圧がすごくて聞こえないけど、気圧ではないですけどそのまま続けてください。でそれであのもうこの圧に押しつぶされそうになって、で夢は終わったんですね、その時は。でその翌日お父さんにこの話をしてみたんですよ。で毎回怖い夢を見たら話してるんで、話したらお父さんがものすごいもう怖い顔をして鳥肌立ったって言ったんです。で、なんでって聞いたら、昔このおばあちゃん祖母 の, 2階にある男性が住んでたらしくて、その方がお家の前の道路の方で交通事故で亡くなってたらしいんですね。でそのココが夢を見た日が、そのちょうど男性が亡くなった日、命日だったんですよ。でそれで、あ、もう二人とも鳥肌が立って、怖いね怖いねって言ってたんですけど、でその時ココ思い出したんですよ。夢こう見終わって起きた時に、さっきこう聞こえないって言ってたじゃないですか、声が聞こえないって言ってたんですけど、起きた後に声聞こえたんですよ。でその人が言ってた言葉が、死にたくて死んだわけじゃないっていうことを言っていて、鳥肌が立ったっていうお話です。もうやだ、めっちゃ怖めっちゃ怖あれここの怖いね。怖いです。よかった、しっかり怖いね。嬉しい、怖いね、よかったよかったじゃないか、しっかり怖いね。もう自分一番苦手なんですよ、怖い話。あれだから優子静か本当に苦手で、なんかほら友達女子会とかでお泊まり行った時とか、なんか高校の時にね、みんなでペンション泊まりに行ったりしたら、絶対なんか怖い話しようっていうやつ出てくるじゃないですか、もう考えられない。いつも違う部屋に行ってた人なんですよ私。なんで怖い話してんの。どこのピアさん、うわリアルなやつ、後ろ後ろって、怖いですね。怖いよ。あとあれです、人間の人間がこう、ね、寄ってくるのはまあ圧ですけど、気圧ではないです、ね、台風になっちゃってます。とりあえずそこだけ、ね、低気圧とかではないので、あれもなんかね、はい、いい怖さが出てましたね。そうですね、ココナの怖さも出てましたね。なるほど、これがね、はい、命日に聞こえ、ね、聞こえたという、あるんですね、こういう時が。これがまず最初の話、夢のおじさん、夢のおじさんです。いやツイキャスももう荒れてますよ今。怖っ、ね、みんなお祓いしてもらったとか、怖いな怖いなとか、怖いな変だなとか、あ出てますよ出ますよ、ね、お得意の、やだーってやだーっていう人もやだあれですけど、ね、眠れなくなりそうとか。いいですね。いや、これココナ今いいですよ、はい、すごくいいです。めっちゃ嬉しいです。じゃあ続いて、はい、あ2つ目、行きます、2つ目いっちゃいましょうか、はい、2つ目のタイトルを教えてください。次のタイトルは訪問者です。おいいですね、はい、訪問者です。これはココが高校1年生くらいの時にあったことなんですけど、お母さんもうホラー好きで、まあ、ココがホラー好きなのお母さん譲りって感じで、2人で夜2人しかお家にいなかったんで、ホラー映画を見ようってなって、で見てたんですよ。で、まあ、ホラー映画って1時間半とか2時間くらいなんで、まあ、見終わって、まあ、いつものようになんか感想言い合って、怖かったねとか、ああいうところはでももうちょっとこの驚きが欲しかったねみたいな話してたら、ノックが鳴ったんですよ、玄関のノックがコンコンってなって、でその日ものすごい大雨で、この時間も時間で11時とか12時くらいの時間だったんで、こんな時間に誰来るんだろうねって話して、まあ一応出ようかってなって出たんですよ。そしたら誰もいなくて、こう何か物が当たった感じもなく、物も全く落ちてなかったんで、あれって言って、お母さんと冗談交じりでこう幽霊じゃないみたいな、こうなんか入ってきたんだよみたいな感じで話
出て、まあ、その日は寝たんですけど、そしたらあのその翌日の夜にここ金縛りにあって、うんうん、その金縛り初めてなったんですね。で目こう急に体が硬くなって、えと思って少しあの半目したんですよ。目をちょっと開けたら、あのベッドで寝てたはずなのにリビングに座ってて、で誰もいなくて、そしたらあのゆっくりなんか体がどんどん重くなっていって、そしたらあのお腹に男の子が乗ってて、なんかおかっぱの青いパジャマを着た男の子で、なんか目が真っ黒で、こうか個々の顔をずっとこう何回も覗いて離れて覗いて離れてっていうのをやって、まあすぐその夢は、夢じゃない、金縛りは解けたんですよ。で目が覚めて、あ夢だったんだと思って寝ようと思って寝たんですよ。でその朝にお母さんに、あのこういう夢見たんだってばって、このさっきの話をしたら、実はお母さん、あのそのビデオ映画を見た日の夜にリビングで、あの子供が走る足音をずっと聞いてたらしくて、でこうね、こうそれを聞いてたら、ここもなんとか、なんだろう、お母さんにすぐ起こしてとか言えたんですけど、でもまあこう開けちゃいけないなと思って、夜にこの何も分かんない時に、よで玄関を開けないようにしないとなっていうのをその時思いました。なんかよくあるじゃないですか、そういう話。まあ最後のオチは分かったんですけれども。いやいやーいいや怖いっすね、マジで怖いっすね。怖いです。あでそれでさっき、うん、あのマネージャーさんと話してたんですけど、うんうんうん、こういうお話で、うん、あの一回沖縄の怖い話で、はいはい、こういうあの物語やってたの見ました。あでも全部僕見てますけど、似たような内容があったの、うん、そう、あのこの全くその通りだったんですよ、うん、あのその時はピンポンだったんですけど、うん、ピンポン押して、でなんか真っ黒の女の人が立ってたんですけど、女の子が知らないで玄関開けちゃって、うん、そこから幽霊が入ってきちゃって、まあ、大変なことになったっていう。あ、まあ、よく、まあ、よくあるって言ったら変かもしれないけど、まあ、あるんですね。そういうことがあるみたいです。でも男の子の足音が聞こえたってことは、うん、もう部屋の中にはもういるってこと、いるってことです。だからあの映画見終わって、あの、うん、開けた時あるじゃないですか、うん、だからもうその時に入ってきて、ね、うん、多分お家の中でちょっといたんじゃないかなって。でもここが金縛り終わってからは何もなかったんですけど。なるほど、うん、これってあのほら金縛りにあった時ってリビングに移動してたって言ったじゃないですか、はい、でそれ見てまた目が覚めた時はどこなんですか。ベッドにいました。もうベッドにいるのそれ、うん、あなるほど。じゃあそのリビングの自体がまあ一応夢じゃないですけど、まあそういうとこなんだ、うん、世界なんだ。そう、なるほど。序盤でね、そのホラー映画見た後にね、親子で品評会をするだから、ね、ところが一番面白かったんですけど、ね、こんなに詳しくやるんだと思って、ね、親子でね、何の映画見たんですか。あそこはもうちょっと怖い方が良かったねとか、そういう品評会があるんだっていうのが面白かったです、うん、そうで何の映画見たって言ったじゃないですか、うん、もうその怖さがあって、うん、覚えてないんですよ。あもう覚えてない、何見てたか。なるほど、うん、もうめっちゃ帰りたい。俺ね、ずっと優子の顔も見てたんですけど、ずっと暗い顔してます。そうだよね。めっちゃ帰りたい。超泣きそう。やだ。まさかこんなに怖い話持ってくるとは思ってなかった。絶対寝れない今日。いや、ツイキャスも見えるよとか、あなたの知らない世界だとか、つまみ枝豆レベルだとか、沖縄の桜金蔵じゃないですかとか、それでは聞いていただきましょう。中森明菜デザイアっていうわけわからない。こういう振りがあるなんで曲の振りがあるんでしょうね。これいいですね。これいいよね。これもう一ついけるか。大丈夫？いけます。行く？大丈夫？大丈夫です。大丈夫？じゃあ待ってない。大丈夫？じゃあもう一ついきましょう。で、タイトル教えてください。続きまして次のタイトルは。ちょっとネタみたい。ネタみたいな。続きまして。はい、次は、はい、お願い事です。はい、お願い事、お願い事、これはあのコッコがあの小学6年生の時に、うん、あの学校帰って、あのお家帰ったらお母さんがものすごくパタパタ忙しそうにしてたんですね、うん、であのお母さんにあの
ちょっと今時間ないからでもみんな帰ってくるしあのご飯何か作ってって言われてでじゃあ作ろうと思ってじゃあまずあのお米を炊こうと思ってでこう1杯2杯とかって入れて混ぜてこう炊飯器に入れたんですよでスイッチを押してで待ってる間にこうテレビでも見とこうかなと思ってあのだらーっとしながらテレビ見てたんですねそしたらあのなんか変な音がするんですよなんかなんて言うんだなんて言ったらいいのかななんかなんかポコポコってであれと思って何の音だろうと思って静かにこうテレビ消したんですよ一回であれと思ったらなんかもう炊飯器の上ってあのなんか水蒸気出るとこあるじゃないですか、うんうんうん、ありますねあっちから泡が出てるんですよ泡が、うん、で、うん、あれと思ってなんえめっちゃ怖くなっちゃってであの開けたんですよそしたらもうめっちゃ泡だらけで、うん、あれと思ってお母さんにあの 何でやったのって言ったらあのここお米洗うときにあの洗剤を入れて洗っちゃっていて出た出たでまあその時あの出来上がったものを食べなくてよかったなっていう話ですいやいいですね怖っもうここやここやいいよちゃんと3つ目順番も分かってるねもうさこの流れで言ったらないやいいここら今日いいよいいねやったやったいいけどさ皆さんどうでしたかよかったね。ねあ拍手もらってます。もう構えてたから言ってた。あんた疲れたもん。なんで洗剤入れんのよ。いやー昔聞いたことありますけど実際にいたんですねこんな身近にね。あ洗剤入れて。いやこれはちょっとまた次も期待できるかもしれないですね。そうですね。はい、なかなかあのね鳥肌もんでしたね。ありがとうございます。はいというところでじゃあ以上ここまでとさせていただきます。はい、以上ココナの怖い話でした。お願い事確かに感覚よく考えたらお願い事なんでずっとそれ持っててタイトルは確かにちょっとお願い事いやいいよいやこれがラジオだそうそういいよ短く最後にポンとマジで疲れちゃった優子が面白かった優子さんすごいこっちから顔がものすごく俺ずっと優子見てた優子ずっとこんな顔してた本当に嫌だ怖い話なんでよなんでこの時間過ごしてるのって本当に本当に嫌なんだね本当に嫌なんですよだってはあ、寝れん絶対寝れないお風呂入れないトイレ行けないそう本当に OBP メンバーみんな怖いの好きな人いないんでああここなんだけなんだ話す相手がいなくてなるほど5秒前です、はい、英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うん、アブアブギノガルフこの番組は石垣島の三崎牛グッドフィールドグループお菓子御殿の提供でお送りしましたさああっという間にもうエンディング迎えておりますが、はい、じゃあゆうこあのお知らせを、はい、いきましょうか、はいはい今週の土日6月24日と25日ですね、うんティンシーさんという沖縄のアイドルグループがいるんですけどもティンシーさんの2周年祭ということで、24日は前夜祭25日は2周年祭に OBP も出演させていただきます、うん24日は那覇の、G シェルター25日も同じく那覇のトップノートで、やりますね、24日は12時開演 OBP は2番目です。で、25日は、1時開演。同じく OBP は2番目となっております。チケットの方、OBP の公式ツイッターから予約ができますので、詳しくはツイッター見てください。よろしくお願いします。はい。お願いします。
ます。あとはじゃあココナ何かお知らせないですか。はい、ココは、うん、あの YouTube で、うん、あの番組やらさせていただいてるんですけど、うん、プロジェクトで検索したらあの心地だっていう番組が出てくると思うので、うん、今はあの番外編だったりあのダンスだけじゃなくてちょっとドローンを触ってみたりとか、カメラを触ってみたりとか、うん、ココがいろんなことを挑戦してるのでぜひチェックしてみてください。ちょっと変わったんですねテイストが。あ、じゃあ見てみます。見てみてください。見ました。僕ドローンのやつなんかおもちゃのね、はい、ドローンをやってるやつですよね。あ、すごい気になる。ました。見てみよう、はい。さあということで僕はもう特にお知らせないんでリハさんも大丈夫ですか。最後じゃあ洗濯バサミをやってみます。イエーイ。あ、もう好きな好きな、ね、体を張るっていう、はい、じゃあやってみましょうか。はい、やります。もうやりましょうか、はい、じゃあちょっと時間もう急いでいきましょう。洗濯バサミ、はい、じゃあこれもゆうこちゃんにね、耳につけ耳たぶとか何も状況分かってないままですけど、はい、ココナちゃんもう時間がないんでそのままじゃあいきますか、はい、回転回転あのただただ状況分からずにただただもうつけてますけど、はい、ココナちゃんいろいろはい、じゃあ行ってください。おい、これ痛いでしょ。いくよ、はい、3、2、上側に引っ張ってね。3、2、1、あっすごいすごい気持ちよかった。あ、気持ちよかったんですかね。なるほど、意味がわからない、怖い怖い、心怖いよ。なんか今割と淡々と進みます。これはあれだ、ココナがもっとびっくりするやつちょっと作られるダメですね。これ我々のレベルじゃちょっとまだまだ甘いみたいですね。ちょっと違うのかな、器がな、ココナちゃんの、ね、ちょっと次来るときは用意しておきます。そうですね、まだ目が覚めなかったかもしれない。そうですね、はい、ちょっと眠いかも、はい、帰りはじゃあ気をつけて帰ってくださいね。はい、はい、そしてまたココナまた来てね。はい、来ます。はい、ということで技能ガルフそろそろお時間です。お相手は神奈国博と伊波優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトゆうことココナでした。ね、来週僕ちょっとお休みをさせていただきますので、すいません、あのじゃあ全然大丈夫です。大丈夫ね、どん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 、じゃあよろしくね。はい、これ1時間でいい、1時間では番組自体1時間でよろしくね。はい、 OK、 はい、はい、ということでお時間です。ではさよなら。バイバイ。はい、オッケーです。ありがとうございました。ツイキャスのあのカメラですね。ありがとうございました。ありがとうございました。